富士テレビの三宅正春アナウンサー、61が27日、2012年から12年半、メインキャスターを務めてきた同局の情報番組、目覚ましテレビ、月曜から金曜前後、25を卒業。番組のエンディングで視聴者に感謝の思いを伝えた。後任は伊藤俊弘アナ、52が務め、同30日から井上聖カアナ、29、生田流星アナ、 36の3人体制となる。番組冒頭、井上アナが、三宅さん、ついにこの日が来てしまいましたと残念そうな表情を見せると、三宅アナは、ちょっと緊張していますと穏やかな笑顔。井上アナの、見送る私たちも緊張していますの言葉に、三宅アナは、頑張りますと、決意表明し、通常の進行へと移った。午前7時25分頃からは、 卒業三宅正春12年半の奇跡、視聴者に寄り添いたい、と題された番組メインキャスター12年半を振り返る卒業 VTR が放送された。2012年にはロンドン五輪での日本女子の銅メダルの生リポートや、東日本大震災で年月とともに変化していく被災地の様子を伝える姿などが放送された。VTR の地には、三宅アナが、今 VTR にもありましたけども、 本当にスポーツしかやってこなかった僕がこのすごい情報番組のメインキャスターをやらせてもらって、最初は多分皆さんも、どうなんだろう、大丈夫なのかな。と思われたと思いますが12年半このメインキャスターを務め上げることができました。これは何と言っても皆さんが見てくださったからです。皆さんがこの目覚ましを見て、そして応援してくださったからこそ、 この年までメインキャスターを務めることができましたと視聴者に感謝。来週からまた新たな目覚ましテレビがスタートしますが、その時に、やっぱり目覚ましテレビは、今まで見て楽しかったから、本当に温かい番組だからこれからも見よう。そんな風に思ってくだされば、僕がやってきた12年半は間違ってなかったんだなという風に感じることができます。これからも目覚ましテレビをよろしくお願いします。 そして12年半、本当にありがとうございました。最後まで頑張りますと話した。隣で聞いていた井上アナは涙を流していた。また、エンディング前の、目覚ましじゃんけん。では、ここで問題です。この後、僕は泣くでしょうか泣かないでしょうか答えはこの後すぐと出題。CM 明けのエンディングでは、公認の伊藤敏弘アナが登場し、くす玉が割られた。 三宅アナは、12年半、ただただ今はこの仕事を全うできた安堵感でいっぱいです。この後は伊藤キャスターがまた新たな目覚ましを作ってくれると思いますので、これからもどうぞ目覚ましテレビをよろしくお願いします。そして12年半ありがとうございましたと挨拶した。最後は同期の軽部慎一アナウンサーも現れ、肩を組んで涙ぐむ場面もあった。 三宅アナは1985年に入社。主にスポーツ番組で活躍し、12年から朝の顔に就任。22年には役員待遇のエグゼクティブアナウンサーとなり、番組スタートから30周年という節目で更新に道を譲る形となった。7月22日の放送で番組からの卒業を生報告。私、 三宅は9月末をもって目覚ましテレビを卒業することになりました。12年半、誠にありがとうございましたと挨拶していた。